もしあの日師匠と出会えていなかったら、師匠に救われていなかったら、今頃私はここにいなかったんだろうなって思う。私のふるさと、火の島バルツ公国、町の近くに溶岩の川が流れてるから年がら年中暑いとこなんだけど、でも師匠と一緒に暮らしたその町が私は好き。私を笑わせてくれた師匠が好き。長く旅をしてきた今だから胸を張ってそう言える。旅に出る前の私は何も知らなかった。師匠が行方不明になってしまった時も何も知らずに、私はただ走り回ってただけだった。師匠を探そうとして、なんとか情報をつかもうとして、そして団長たちと出会ったの。あれは本当にひどい事件だったわ。エルステ帝国のせいで師匠がおかしくなっちゃって、島の地下に眠ってた鋼の巨人コロッサスが戦いの道具にされようとしてたのよ。でもやっとの思いで私の声が師匠に届いて、コロッサスを利用しようとする帝国の悪巧みは阻止できたんだ。私はその事件を通して帝国がみんなにひどいことをしてるって知った。師匠は困ってる人に手を差し伸べるような優しい人だったから、だから私はそんな師匠の笑顔を奪った帝国が本当に許せなかった。それに何より私がやられっぱなしだなんて嫌だもん。だから私は団長たちと一緒に旅をするって決めたの。みんなから笑顔を奪う帝国をはっ倒してやるためにね。団長たちと出会う3年くらい前、父さんと母さんが流行り病で死んじゃった時の話。あの時は本当に悲しくてワンワン泣いたけど、でも現実はとても厳しかった。バルツには親戚なんていなかった。身寄りのなくなった私に居場所なんてなかった。そんな私に手を差し伸べてくれたのが師匠だったの。とてもつらかったから思わず目をそらしてしまったけれど、でもあの人は笑いかけてくれたんだ。どうしてそんなに暗い顔をするんじゃって。その声が気になって顔を上げてみたら、ポンって綺麗な花束が出てきてびっくりしちゃった。どこから出てきたのかわからなかったけど、きっと手品の類ね。でもあの人は魔法だって言い張るの、おかしいでしょ。本当はすっごい魔法がたくさん使えるくせにね。でもあの時の私にとっては何よりも素敵で優しい魔法だった。師匠はそれからたくさん魔法を見せてくれたわ。落ち込んでいたはずの私はそれを見てすっかり笑顔になってた。師匠はいつも言っていたわ、魔法は人を笑顔にするためにあるって。
その言葉が素敵だなって思ったから、私も師匠みたいな魔法使いになりたいって思ったから、だから私は師匠に魔法を教えてもらうことにしたの。師匠に才能があるって言われた時は嬉しかったな。もしそれが本当なら、私だっていろんな人を笑顔にできるんじゃないかなって、そう思うようになったんだ。団長たちと一緒に旅をしてた時、ある日突然魔法が使えなくなっちゃったことがあったの。あの時は何をやってもダメで、本当にどうしたらいいのかわからなかった。そしたら団長たちは、師匠からアドバイスを受けたらって言ってくれた。ものは試しってことで、一度ふるさとに帰ることにしたの。バルツで久しぶりに会った師匠は、成長した私を見てとっても喜んでくれたわ。でも師匠の笑顔を見てたら、悩みを打ち明けられなくなっちゃった。すっごい魔法使いになって戻ってくるって約束したのに、なのに魔法が使えなくなっちゃったなんて、きっと師匠もがっかりしちゃうだろうなって思ったんだ。そんな時、バルツで流行り病が蔓延し始めたの。昔私の両親を奪った流行り病、師匠は病が広がらないように手を打とうとして、感染した人から話を聞いていたんだけど、でもそんな師匠も流行り病に感染しちゃったの。原因は突然病室に現れた悪い精霊だった。当然私は精霊に怒りの言葉をぶつけたわ。父さんと母さんの敵、さらに師匠まで、絶対に許さないと思って全力で杖をかざしたけれど、それでも魔法は使えなかった。そいつは憎らしいことにそのまま逃げ出していっちゃって、団長たちがすぐに精霊の後を追いかけたんだけど、私は一緒についていけなかった。魔法が使えないから、みんなの足手まといになっちゃうから、残された私は病に苦しむ師匠をただ見ていることしかできなかった。情けない話よね。でもね、悪いことばっかりじゃなかったわ。私は図書室でとっても綺麗で不思議な杖と出会ったの。それは母さんが私のために残してくれた杖だった。師匠は教えてくれたわ。私の母さんも魔導士だったんだって。私は悔しくてその杖を握りしめてた。悪い精霊や流行り病、大好きなバルツが、大好きな師匠が、島のみんなが今まさに危機に陥ろうとしているのに、こんな時に限って何もできないなんて、そう思ってたら握りしめた杖がぼんやりと光り始めて、その光が私を励ましてくれた。無力じゃないよって背中を押してくれた。魔法が使えなくったって構わない。私はみんなの笑顔を守りたい。
いても立ってもいられなくて、みんなのところに走ったわ。団長たちは精霊による病でほとんど動けなくなってた。戦えるのは私だけ。すぐに何とかしなくちゃ。私は決めた。もう逃げない。私の魔法で必ずみんなを笑顔にする。そう強く願ったら、杖から不思議な声が聞こえてきた。母さん。その声は私に魔力のイメージを教えてくれた。魔法を使う感覚が、魔法の力が体の底から溢れてきた。おかげで悪い精霊をやっつけて、杖から光が溢れ出していって、振り返ってみたら、すっかり元気になった団長たちが笑ってた。私の魔法は魔法陣を通してバルツの島全体に広がっていった。その光が流行り病を消し去って、大好きな人たちの笑顔がようやく戻ってきた。みんなが無事で本当に良かった。一時はどうなることかと思ったけど、あれから私はずっと魔法が使えてる。きっとこの杖が母さんが見守ってくれてるから。そしてこれからも私はみんなの笑顔のために団長たちと一緒に旅を続けていくんだ。フォルカに買い出しに出たとき、中央の広場に人だかりができてた。それはなんだか、ただごとじゃない雰囲気で。お前らなんか大嫌いだ！フォルカの奴らも、お父さんも、お母さんも！大人の人たちに向かって、男の子が訴えてた。その後、勢いよく走り出して、ちょうど正面にいた私にぶつかって、私もその子も思いっきり尻もちついちゃって。もう、ちゃんと前見て走りなさい！でも、さっき叫んでた様子はちょっと気になった。一人でとても辛そうな顔をしてたから。ねえ、大丈夫？彼は不愛想に立ち上がって、きっと私を睨みつけると、そのまま走り出して行っちゃった。男の子に怒鳴られてた大人たちの誰かが、慌てて追いかけようとしたけれど。先生、あまり時間がありません。すぐに他の人に止められてた。私はあの子を、いや、今は患者の処置を急がなければ。すまない、レフ。男の人は目をつぶって首を振ると、近くにいた他の人に何かを告げて、男の子とは違う方向に走っていったわ。ちょっと、あの子追いかけなくていいの？様子を見ていた他の大人の人に聞いてみると、あの人は走っていった子の父親なの。本当はすぐにでも追いかけたかったろうに。あの男の子の名前はレフって言うんだって。それでお父さんがお医者さんで、すぐに見ないといけない患者さんがいるから
自警団にあの子を探してきてくれるように頼んでたみたい。おせっかいかもしれないけど、放ってはおけないわ。飛び出していった先で、あの子は一人、泣いてるかもしれないんだから。一人ぼっちが寂しいなんてこと、嫌って言うぐらい、私は知ってる。あの時、師匠が手を差し伸べてくれたように、今度は私があの子にしてあげる番なのかもしれない。団長たちに追いかけようって相談しようとしたけど、どうやらみんな同じ気持ちだったみたいね。すでに森へ向かおうとしてた。よかった。待ってて、レフ。余計なお世話だって言われるかもしれないけど、必ず笑顔にしてあげるんだから。うん、いいかも。やった。よーし、いいじゃない。よーし、やった、いいじゃない。うんうん。さっきの大人の人が言うには、レフが駆けてった町外れの森は穏やかで、よっぽど深入りしなければ魔物なんか出ないんだって。でも魔物が出ないだとか危険じゃないだとか、そういうことじゃないと思う。一人で抱えきれないことがあったから、だから逃げ出すしかなかったんだ。私も師匠と出会って間もない頃なんかは、両親を失ったことで思い詰めるなんてこともたくさんあったわ。家出というわけじゃなかったけど、部屋の隅で膝を抱えて一人寂しく泣いたことは一度や二度じゃなかった。その度に師匠は私に楽しい魔法を見せてくれた。だから少しだけあの子の気持ちがわかる。誰かに見つけてほしいから、誰かに手を引いてほしいから、一人になるしかないんだ。
とってもわがままだと思うけど、そうする以外どうしたらいいかわからないから。家出だなんて、レフ君はお家が嫌いになっちゃったんでしょうか。多分そうじゃない、反抗期って言うらしいわよ。反抗期、カタリナから聞いたことがあります。何もかもが嫌になっちゃうんでしたっけ。イオちゃんは反抗期になったことありますか。いくらルリアが相手でも、誰かに構ってほしくて一人になったことがあるなんて恥ずかしくて言えないわ。私は大人のレディーだから、そういうのとは無縁だったわ。感心するルリアを横目に、ずっとレフのことが気になってた。森の中できっと泣いてるだろうな。あの子を一人ぼっちになんかさせないんだから、絶対に。前にも来たけど、広そうな森よね。あの子大丈夫かな。オイラたちが見つけてやんねえとな。急ごうぜ。おいおい、まだ森の浅い場所だっけのに、ゴブリンどもがいるじゃねえかよ。今のは悪くなかった。ジジもよく頑張ったね。飛んでる魔物にも注意しろよ。イオの魔法なら届くよな。激しくいこう。あと少し遅かったら魔物に怪我を負わされてたかもしれない。間に合って本当によかった。
一足遅れてフォルカの自警団の人たちがやってきた。レフ君、ご両親が心配している。一緒に帰ろう。レフは目をそらして差し出された手に応えようとはしなかった。でもなんとなくわかる。まずは彼の話をちゃんと聞かなきゃ。自警団の人は困ったように頭をかいてた。君のご両親はとても立派なんだ。あまり心配をかけちゃいけないよ。その言葉を聞いた途端、黙っていたレフは怒りをあらわにして、お前らのせいで。レフは自警団の人が差し出した手を払ってまた森の奥に駆け出してしまったの。気持ちはわかるけど、あんまり意地を張りすぎるのも考えものよ。この先は魔物も出る危険な場所だから、急いで彼を追わなきゃ。になりますか。団員のみんなと自警団の人たちで手分けしてレフを探すことになったわ。なかなか見つからなくて長い時間が過ぎた。そんな中、滑り落ちたような靴跡を見つけた私は、崖下で膝を抱えて小さくなってるレフを見つけた。ちょっとすりむいたみたいだけど、大きな怪我とかはないみたい。ひとまず見つかってよかった。私が旅の気空団だって伝えると安心したんだと思う。大泣きしちゃった。きっと町の人に何か思うところがあって、それで素直になれないんだよね。だったらよそ者の気空師の私だからこそできることがあるはず。ねえ見て、とっておきの魔法。こんな時こそ師匠直伝の魔法の出番よ。私は何も持っていない手のひらを見せて、取り出したハンカチでその手を包んだ。ハンカチを取り除くと、あら不思議、手には美味しそうなお菓子が握られているってわけ。わあ、お菓子だ。はい、あげる。美味しそうにお菓子を食べて、それからようやく落ち着いてくれたみたい。ありがとう。普通の子供だったらこれで元気になるんだけど、またすぐにうつむいてしまった。やっぱり帰るところ、フォルカに何か問題があるのかしら。私はレフが笑顔を取り戻すまで付き合ってあげようって決めた。森の奥深く、私はレフに直接聞いてみた。どうして逃げたりなんかしたの？最初はちょっと戸惑ってたけど、真剣に聞く私の顔を見て
少しずつ話してくれた。僕のお父さんとお母さんはテンペールのお医者さんだったんだ。どうやらテンペールで暮らしてた時は笑顔の絶えない家族だったみたい。でもフラカーンが暴走した時に家をなくしちゃってフォルカに移り住んだんだって。本当に大変なのはそれからで、両親ともテンペールで被災した患者につきっきりでろくに休めない日々を過ごしてるんだとか。そうこうしているうちに無理がたたったお母さんが倒れちゃったそう。レフが無理しないでってお願いしても、私たちがやらなければいけないのって言って毎日毎日診療を休まず続けてて。町の人を治す人なのに自分が倒れちゃダメだってお願いしたんだ。でも聞いてくれなくて。この子の悩みは寂しいからとか遊んでほしいからとかそういう自分本位じゃないものだった。レフは偉いね。お父さんとお母さんのこと心配してたんだ。うん。私はレフの言葉を聞いてようやくその気持ちを理解できた。親に無理してほしくないって気持ちはよくわかる。私も師匠が無理してる姿は見てられなかったから。レフは心の底から両親のことを心配してた。私がレフと同じ立場だったならやっぱり両親のことが心配でたまらなかったと思う。お父さんやお母さんが心配な気持ちはわかるわ。人のことを心配できる子に育ってくれてきっと二人も鼻が高いんじゃない。でも何？まだ何か思うところがあるみたい。僕はお父さんやお母さんみたいな立派なお医者さんになりたいんだ。でもお母さんが倒れた時思ってしまったんだ。町の奴らに利用されてるだけなんじゃないかって。いつの間にかフォルカの人たちが信用できなくなってた。それでこんなことを思ってしまう自分はもう両親のような立派な人間になれないんだって。レフは地面を見つめながら本当の気持ちを教えてくれた。私もレフの気持ちに応えなくちゃ。そう思って自分の両親のことを話すことにした。彼は黙って話を聞いてくれた。私の両親も流行り病を何とかしようと頑張って無理をして死んじゃったから。レフの気持ちは本当によくわかるんだ。彼と同じようにひどく塞ぎ込んでいろんなことを恨んでしまったこともいっぱいあった。でもだけどちょっとだけあんたが羨ましいかも。だってお母さんもお父さんもまだ生きてるじゃない。こうしてる間も町の人たちはレフの両親は心配してるはず。危険な森の中を必死で捜索してるかもしれない。そこまで話してレフはようやくこの状況に気づいてくれたみたいだった。ごめんなさい、ごめんなさい。何言ってんのよ。謝る相手が違うでしょ。あとは町に戻ってちゃんと話せばきっと大丈夫。
だって誰も悪くないんだもの。町に帰る道すがら、レフはまだ少し悩んでいるみたいだった。くよくよする前に、まずは両親に謝ること、それからちゃんと言葉にして気持ちを伝えるの。でもどう言えばいいかわかんないよ。まあ仕方ないわね。ここは大人のレディーが一肌脱いであげるとしますか。さっきの魔法教えてあげる。あれって魔法じゃなくて手品だよね。何言ってんのよ、失礼ね。ずっとメソメソしてたあんたをこんなに元気にしたじゃない。さあ手を出して。これは魔力の修練を積まなくても使える簡単な魔法。私の師匠が教えてくれた笑顔の魔法。レフは私の真似をしながら魔法の練習を繰り返す。何度も何度も繰り返し繰り返し。しばらく森の中を歩き続けてたら、レフの両親とフォルカの人たちの声が聞こえてきた。レフ、聞こえたら返事をして。おーい、どこだレフ。お父さん、お母さん。その声を聞いたレフはたまらず駆け出してた。その時フォルカの人たちが叫ぶ声が響いた。危ない。大木をなぎ倒しながら迫る大きな影が見えた。あれはゴブリン。おっきなゴブリンがレフの両親に襲いかかろうとしてた。私たちの恩人に手出しはさせない。驚いたレフの視線の先にはフォルカの人たちがレフの両親をかばうように立ってた。武器らしい武器も持ってないのに。弱そうなやつ。私は考えるよりも先に魔法を発動させてた。アイス。魔法で作った氷の塊がゴブリンの頭に当たった。お前なら待ってやる。よし、うまく注意を引きつけられたみたい。あの子がやっと自分の気持ちに向き合えた。だからこんなところで終わらせたりはしない。私が必ず守ってみせるんだから。俺たちも何とかしてあの子を支援してやりたいんだが。僕がポーションを調合してみる。お姉ちゃん負けないで。熱いんだから。思ったよりやるじゃない。あの子が心配だ。釣りの調合を急ぎましょう。お姉ちゃんこれ使って。僕が調合したポーションだよ。ありがとう。仲間を呼んだ。大丈夫だろうか。みんなは下がってて。こんなやつら私一人で十分よ。
って子だ。すごい、いける、いけるぞ。ヒールウィンド、
すごい、本当に一人で倒しちまった。楽勝だったわね。さすがはテンペールを救った気空師だな。本当にありがとう。フォルカの人たちもレフの両親もみんな無事だった。レフは私にお礼を言った後、フォルカの人たちにも頭を下げてた。あの、ごめんなさい。お父さんとお母さんを守ってくれてありがとうございます。謝らないで。それにお礼を言わなきゃいけないのは私たちの方よ。レフ君にも心配ばかりかけちゃってごめんね。レフが私の方をちらっと見る。私がうなずいてみせると本当の気持ちを話し始める。あの子の両親もフォルカの人たちもうなずきながら聞いてた。みんなのこと、私たちのこと、たくさん考えてくれてたんだ。心配かけてごめんね。正直、子供のわがままだと思って甘く見ていた。耳を傾けなかった父さんも悪かったよ。すまない。もう大丈夫みたい。イオちゃん、遅れてすまねえ。魔物はもういねえみたいだな。何よ、ヒーローは遅れて参上とか言ってたくせに、遅れすぎたらカッコつかないんじゃない？こんな時に何言ってやがる。んなことより大丈夫なのか？怪我とかしてねえか？柄にもなく慌てちゃって。私はもう大丈夫だってば。うまくいくかな。失敗しなければいいけど。今日はレフが笑顔の魔法を両親に披露する日。フォルカのレストランで向かい合って座ってるのを少し遠くから見守ることにしたの。なんだか私まで緊張してきた。あの、見せたいものがあるんだ。頑張れ。相手の気をうまくそらすのがポイントだからね。レフが何も持ってない手のひらを見せて、取り出したハンカチでその手を包む。ハンカチを取り除くと、あら不思議。手を開くとそこには、あれ？何もないって、どういうこと？失敗したのかなと思ったけれど、どうやら違うみたい。本当はこの中からプレゼントが出てくるって魔法なんだ。人を笑顔にできるすごい魔法でね、ある人に教わったんだ。でも僕から贈れるプレゼントを考えてたら何も思い浮かばなくて。それでレフがこらえきれず泣き出しちゃった。頑張れ。僕はもうお父さんとお母さんから返しきれないほどたくさんもらってしまってるから。レフは涙を拭いながらも
精一杯の思いをぶつける。心配かけて本当にごめんなさい。でもいつも忙しそうでずっと心配だったんだ。話してもらえなくて辛かった。構ってもらえなくて寂しかった。やっぱりそれが僕の本当の気持ちだよ。ごめんなレフ。でも大丈夫だ。忙しい時期はもうすぐ終わる。実はシードホルムからフォルカへの移住計画があってな。今後はこの町の医者も増えると聞いている。落ち着いたらまたみんなで遊びましょうね。私も家族でシードホルムに行ったりお買い物したり、そういった時間をもっと過ごしたいわね。いいでしょ。ああお手柔らかに頼むよ。よかったねレフ。幸せそうな笑顔の三人を見てたらふと師匠の顔が浮かんできちゃった。この空域の冒険が落ち着いたらまたバルツに帰ろっと。そしたら今回の話も聞いてもらうんだ。あれからしばらくしてフォルカには新しい診療所が建てられたんだって。なんでもテンペールとフォルカの人たちが一緒にお金を出し合ったんだとか。シードホルムからお医者さんもやってきてレフの両親の負担も減ってきたって話よ。僕お父さんとお母さんみたいな立派な医者になるよ。今は送れるものはないけど、いつか自分の力で贈り物ができるよ。頑張るから。あの時レストランであの子が伝えた言葉、彼はきっと素敵なお医者さんになれると思う。あたし直伝の笑顔の魔法があるんだから当然よね。依頼の合間に診療所を覗いてみたらレフがフォルカの人たちと話しているのを見かけたわ。きっとこれからこの町はもっともっと良くなっていく。苦しいことや辛いこともあると思うけど、この人たちだったら乗り越えていける。少なくとも私はそう確信したわ。なぜってあの子が笑ってたから。それ以上の理由なんていらないでしょ。